昭和洋島は、鹿児島県鹿児島郡三島村に属する無人島。海底火山の噴火によって1934年から翌年にかけて新たに形成された当初である。新井大島とも呼ばれる。鹿児島県薩摩半島南端より南へ、約3 0キロメートルの洋上、通称上三島、三島村に属する薩摩洋島の東、約 2km の海上に位置しており。 周囲1 3キロメートル、面積0.07平方キロメートル、最高地点標高2 6ルの流門岩室の溶岩で覆われた無人島である。行政区域上は、三島村大技、洋島の正寺、昭和洋島であり、1952年2月9日の鹿児島県国寺73号により翌日の同年2月10日付で小技の区域が設定された。別名、 北池島とも呼ばれる硫黄島は古くから活発な火山活動を続ける火山島であり現在も周囲の海域では温泉輸出による変色域が多数見られ島の玄関口である硫黄島港は鉄分を大量に含んだ温泉水により常に海水が茶褐色に染められている1934年9月6日または12日地震活動が 伊王島周辺で活発になり、海水の沸騰や火山灰の浮遊、海水混濁が見られ、20日には噴煙が立ち上り火山性の軽石が観察されるなど、本格的な海底火山活動が始まった。12月7日に新島が出現し、12月23日には高さ約20から30メートルの火口球が確認され、直後に一旦海中に没死消滅したものの、 翌1935年1月5日に再び、新島が出現した。その後は、溶岩流などが生じり口が形成され、新島は安定的に成長を続けた。噴火活動が落ち着いた3月8日には、硫黄島の住民が新島に上陸しており、4月1日に行われた調査では、噴火活動はほとんど収束していることが確認された。 地理院地図 Google ググマップ昭和洋島の位置昭和洋島2015年5月南側より薩摩洋島と昭和洋島2015年5月東側より噴火の推移新島誕生の経過は著名な地理学者である田中立秀蔵により詳細に調査され田中立によって書かれた複数の論文記録が残されている以下 昭和洋島形成の経過記録を記す。新島が誕生した位置は、海中カルデラである、機械カ,カルデラ北園の水深約300メートルであり、そこから新島が形成されるために必要なマグマ、噴出量は、雲前平成新山のマグマ噴出量に匹敵、もしくは上回るものと考えられている。こうして誕生した新島は、昭和洋島と呼ばれ、 会食などにより消滅することもなく21世紀現在も存在している。国土地理院発行2万5千分一地形図での表記に従い、この項では昭和大島とする。2万5千分一地形図、サツマ大島中央講論者、日本刀の旅大きなは、殺難の島々1984年5月18日、第1冊。 P134ISBN978 から41億2 4 0 2万4555、薩摩洋島海域火山データベース、海上保安庁海洋情報部薩摩洋島、気象庁 AB 海上保安庁海洋情報部の、海域火山データベース、薩摩洋島によると、群発地震が開始したのは9月6日である。一方、産業技術総合研究所、 地質調査総合センターの昭和洋島噴火経緯によれば、群発地震が開始したのは12日23時頃のことである。田中立秀蔵は、明治期にイタリアへ留学した日本の最初期の火山、地理学者でベスビオ火山の研究で知られている。昭和18年に誕生した昭和新山の命名者は田中立である。ありがとうございます。